ニャス始まりました、イエイイエイ。はい、ということで今日も始まりましたちょこっときなつチャレンジです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますって感じで、ね、はい、2週間という間ですね。はい、はい、先週はですね事務所の方でなんかこのチャレンジのパロディみたいなのやりました。そうなんですか。はい、やりました。事務所さんっていうと他の女の子も交えてって感じ。いや、普通にいつも通りキナツだけなんですけど、はい、キナツとマネージャーさんで、はい、くだらないことをしまして。ああ、なるほど、はい、私の立ち位置がマネージャーさんになってみたいな。そうなんですよ。なるほどね。なんかでも画質がすごく悪いんですけど、はい、ああ、なるほど。なんかそれでいろんなことやりました。また、はい、そうなんですか。はい、ということはあれですかね、そのうち私を払えばこうなってここにマネージャーが座る形になるんですよね。いや、まあでもマネージャーも微妙なんだよね。あ、微妙なんですか。はい、でもマネージャーさん微妙って判断ね。あの、文句しか言わないんで。あ、なるほど。文句か、あとファンのみんなさんの中では、うん、マネージャーはデート行きたくて、うん、この生放送なんてやってらんないっていうキャラなんですよね。あー、なるほど。本当にマネージャーはデートなんですか。デートの時もある。あ、今日はない。この2回前ぐらいで、はい、デートで、あの、うん、おひなさまで、せっかくおひなさまなので人形町で生放送したのに、なんかデートデートみたいなマネージャーさんが言ってて、はい、だからそういうキャラなんです。なるほど、はい、ファンの人もすごいなんかいじめてます。そうなんですか。はい、ね、リアルにデートが待ってるから慌ててたのか、頭の中でデートという設定だけだったのか。わかんないですけど。わかんないですよね。まあ今回は設定なんですか。設定ということらしいです。はい、今回はね、クドゥー、まあ今回はじゃなくて、クドゥーさんの番組なんで。はい、いやいや、違う違う、チョコヒネの番組です。あ、そうですね。うん、はい、まあ今日も1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イエイ。はい、ということでですね、はい、早速カズさんが来てくださって、カズさんありがとうございます。次回から料理チャレンジをやるそうですって言ってますけど、はい、そうなんですよ。料理はどうなんですか。なんか料理がメインっていうよりは、その青森の食材を使って、うん、なんか料理を、はい、やってみたいな、やるみたいな、はいはい、で今日も持ってくるっていう、うん、はい、言ってました。なるほど。持ってきてないですけど。持ってきてないですよね。はい、うん、違うんですよ。俺今初めて聞いたとか思っちゃったんですよ。違うんですよ。なんか持ってくる予定だったんですけど、はい、ちょっとお仕事の関係性で持ってこれなくて、はい、でもなんか次回からも持ってこようかなと思って、うん、なるほど。家に青森の野菜とかがいっぱいあるんで、うん、それでね、はい、皆さんに試食してもらって、はいはい、感想を聞いたり、ね、もっと好きになってもらいたいな、うん、なるほどね、と思って。なんか女の子っぽくていいですよね。そうですね、うん、なんか顔が若干不安げな顔してますけど、作ってくるのでもこの前もおしんことかだったんで、うん、可愛くはないかもしれない。あ、なるほどね。ということで料理といえばですよ。はい、何ですか。はい、今日ですね、会場に遊びに来てくださっている方から、はい、なんと素敵な差し入れを。そうですね、クドゥーさん肉臭いですよね。いやいや、あの私が肉臭いのではなくて。あ、違うんですか。目の前にあるものがすごく香ばしい、ね、香りをね。そうですよね。肉臭いってあなた。なんか一番嫌ですよね。汗臭いとかならないですよね。もうちょっとなんかね、あの、かぐわしいとかさ。あ、香ばしいみたいな。香ばしいとかね。いい匂いするな、あの、素敵な肉汁の香りがね、漂ってるとかね。すいません。いろいろあるじゃないですか。はいはい、やっぱ食レポダメだな。食レポね。臭い。ここね、たまたまですけどね、はい、何回か食レポやってますけど、はい、ね、ダメですか。いや、ダメってことじゃないと思うんですけど、なんか毎回なんか微妙に引っかかる時がありますよね。その前回、うん、その、あの、おしんこ、長芋のおしんこを食べたんですけど、はい、うん、その時になんか食べてたチュ太郎さんに、うん、なんか商品見せてから食べろとか言われて、あ、よくね、さらせって言いますよね。で、うん、で、あの、チュ太郎さんが見てなかっただけだろうとか、そういう視聴者のせいにしますから。あ、今度逆にチュ太郎さん叩きになっちゃう、はい、逆に。まあ頑張ります。すごいな。はい、食べていいですか。せっかくなので、はい、ね、番組中にね、食べてみようかなと思うんですけど、はい、はい、じゃあチョコ姫、ありがとうございます。いただきます。はい、これシュウマイですよね。はい、はい、先ほど聞いた限りでは西川口の、B 級グルメにある焼きシュウマイ、うん、あ、だからこう、はい、焼け目がついてるんですね、うん。なんでちょっと気夏の言葉になんか、いや、逆に注目してるんですよ。あ、そうなんだ。クドゥーさんも食べましょうよ。あ、そうですか。はい、質問終わりましたもんね、クイズ、うん、はい、うん、今日もクイズ頑張って作っていらっしゃいます、はい、
今日はちゃんとできてますよ、はい、今日はちゃんとできます。若干問題数少なめですけどじゃん、これ落としたらやばい、うん、これが焼きシューマイです。じゃあそっちの方からいきましょうか、はい、こちらが焼きシューマイです、はい、まあ、ちょっと待って、切るね、うん、ちょっと一口がラバジーしないから、はい、そういうなんでそんなみんなシーンとしない、クズさんも取って食べましょうよ、はい、そんな、はい、私はじゃあワイルドに1個まんまいきますね。見てる人は気なつしかつてないけどさ、あ、なんか皮が、よいしょ、切るの下手だな、ほんと。どうですか、クズさん。ちょっと待ってね1個口に入れたらやっぱり、いただきます。うん、これね、あ、皮が美味しいですね。美味しい、うん、あの結構シューマイの皮って、うん、普通に薄い感じのものが多いじゃないですか。なんか分厚くて美味しい。結構焼きシューマイだからなんか分かんないですけど、皮は結構厚めで、うん、意外と生地がすごいしっかりしててですね、うん、歯ごたえありますね。なんかワンタンみたい、うん、キラスワンタン好きなんですよ。で表面あの焼いてるところはね、ちょっとあの時間経っちゃったから若干しなっとしてますけど、多分これ焼きたての時はですね、うん、カリカリ、焼き目のカリカリのところと、うん、あの焼けてない部分のツルツル感と合わさってすごいいいと思いますよ、これ。肉汁も超出そうですよね。出そうですよね、うん、で肉がむちゃくちゃしっかりしてますね、うん、引き締まってます、ぎっしり詰まってますもん、この中に、うん、なんか、うん、なんか肉食べてるって感じすごいしますよね、うん、これマネージャーさんが好きだと思います、ね、あのずっと視線感じてますもん、後ほど、ね、スタッフ一同で、ね、はい、食べましょうね、召し上がらせていただこうかと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、なんかね、来てくれたらこういう毎回なんかね、うん、いろいろあるといいですねはい、チョコビビのおねだりありました皆さん、いや、なんかね、番組の構成的にね、なんか、うん、はい、あれはい、あと孫悟空さんいらっしゃいました。もげもげつって、あ、もぐもぐか、もぐもぐ、はい、もげもげ、もげもげ、ね、それは読み間違いですか。そうですね、英語で書いてらっしゃったんですか。失礼しました。いえ、あのカタカナでしたけど半角だったのでゲに見えちゃう。ああ、そういうことですね、はい、あと、ペリタさんいらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。うまそうって言ってます。美味しいですね、はい、これどこ行ったら食べられるんですか。いや、西川口っていう、に行ったら食べられるんですかあるんですよね、はい、ちなみにこれ一つおいくらくらい。ここで600円。あ、結構いいよ、ね、うん、でも、うん、ね、いいですね、この食べ応え感あったら、ね、全然、はい、うん、高いとは思わない金額ですよね、うん、これ普通に食べたいわね、野菜とか巻いて食べたい、うん、いいですねはい、寿司って何ですか。魚辺にうまいって何て言うんでしょう。魚辺に寿司でいいんだよね。寿司、はい、うん、カズさんが寿司って言ってますよ。シューマイ、あれ、カズさん見てなかった、うん、見てなかった、なるほどね、え、何ですか。いや、カズさんはですね、はい、寿司って聞いてたので、クエスチョンマークつけて、シューマイです。シューマイ、焼きシューマイでございます。はい、焼きシューマイ、はい、ね、そうなんです。カズさん一番最初につぶやいてくれてたんです。そうですよね、今まで何をやっていたんですか。ちょっと聞いてなかったんですかね、はい、ね、そんな感じで、はい、今日他になんかこの2週間なんかありました。そうですね、あのこの2週間は、うん、まあ2週間ずっとじゃない、もちろん違うんですけど、うん、あのアメーバブログのあるじゃないですか、アメーバブログの中のアメーバゲームの方で、うん、東京ガールズスナップというゲームがあるんですよ、はい、なんかそのゲームはいろんな女の子たちがいて、うん、なんか自分そのゲームをやってる人が、うん、なんだろう、写真を撮ってって、うん、うまく撮れたり、うん、やっぱ下手に撮れたり、まあ、自分 の、 その腕次第なんですけど、うん、はい、それによってなんか作った写真でなんか雑誌を作れるみたいな、うん、はい、ゲームを作れて、そのゲームを販売できて、みんなで買い、その雑誌をですね、ゲームを販売する、いわゆるソーシャルアプリってやつですよね、はい、なんかそういうのがありまして、それに、はいはい、撮影をしまして、今日からちょうど出るんです、はい、お、本当ですか。皆さんチェックですよ、これ実写版のゲームなので、はい、うん、はい、実写版のゲーム、実写版のゲームなんで、うんうんうん、チョコ姫の写真が本当にそのまま出てくるんですよね、まあ、はい、そうです、うん、なんかみんないろんな女の子がいろんな、まあ、そのそれぞれ個性のある服とか普通に、はい、ファッション誌っぽいですね、うんうんうん、結構コンプリートすると、はい、なんかいろいろ見えていくんで、プロフィールが
あ、なるほど。コンプリートするとプロフィールが見えるとか、新しくなんかいいことがあるので、はい、お、なんか新しいこともある。そうですね、なんか最初になんかマネージャーもたどたどしい説明なんで、はい、うん、知ってますけど、なんかその写真、まあ、最初は多分ニックネームとかだけなのかな、でだんだん金夏のことが分かってきたりとか、いろんな写真が出てきて、なんかあれなんだ、穴抜けになっているプロフィールがどんどん埋まっていくような感じだ。そんな感じですね、でもなどんな感じだろう、その金夏を探せるのかどうかはよく分かんないで、いろんな女の子に多分声かけて、あ、気夏か気夏じゃないかみたいな感じですかね。そうそう、どこに、ね、どこのエリアに、どこのエリアにいるかは池袋にいます、うん、なるほどね、はい、じゃあそのエリアに行って、そのエリアにいる女の子で撮影をしていって、 で例えばなんか池袋うわーみたいな本を作るみたいな感じのイメージなわけですよね、はい、はい、そんな感じなんで、ちょっと面白いと思うんで、ぜひアメブロの方でね、アメブロ皆さんもやってると思いますので、はい、ぜひぜひね、はい、やってみてください。ちなみに今ツイッターでですね、キルさんがチョコ入りシューマイって言ってますけど、いや、これは肉シューマイなので、チョコ、ね、全部チョコにしたいみたいな、でもこれにチョコ入ってたらちょっときついかな。でもお肉がなくてこの皮なら美味しそうですけど、ね、ああ皮でチョコを包んでね、美味しそう、うん、言うんだったら、まあ、わざわざって感じですけど、はい、あとナオさんいらっしゃいました、ありがとうございます。あとカズさんがさっき寿司って言ってたのは、はい、会場への持ち込みの話っていう、差し入れに寿司ならどうって言ってること、いいですね、もう超寿司好きですか。大好きです、マグロのサビ抜きです。サビ抜きで、はい、最近最近ちょっとブログでも話題にはなってないんですけど、あの自分がいつもサビ抜きなんですけど、頼んでも必ずわさびを入れられてしまうんですよ、それでなんか毎回ちゃんと頼むんですよ、紙に書くところでもちゃんとサビ抜きのところに書くし、口で言う時もちゃんと言うのに、必ずやっぱわさびが入ってくるって、まあ、ね、職人さんも流れ作業で ね、 そうですね、わさびつけちゃいますよね。それでなんか、それそうなんだよみたいなことを書いてて、はい、昨日もお母さんの誕生日でお寿司を食べたんですけど、はい、昨日は大成功でした。おー、良かったですね、はい、良かったです、はい、あ、ちなみに直地さんもいらっしゃいましたね。直地さんありがとうございます、はい、孫悟空さんがサビ抜きとか子供ってね、なんかサビ抜きじゃないとでもダメですね、でもね、意外とあの男性でもですね、はい、大人でわさびダメっていう人結構いたりしますよ、意外と。いるんですか、わさびダメ、私はなんともないんですけど、あの辛いの苦手な人でもわさびだけは大丈夫っていう人もいれば、反対で辛いの全部大好きなんだけどわさびだけはとにかくダメっていう人もいますからね、韓国料理みたいな辛いのとか大好きですけど、ちなみに、サトシさんいらっしゃいませ、サトシさんも俺もわさび抜きだよって。へえ、そうなんだ、やっぱいますよね、人によっては ね、あとガリ食べて汗かく人とかいますあ、でも生姜って確か発汗作用あるんでしたっけ。気夏のお父さんガリ食べて汗も超流れるほど汗かきますよ、っていうかそんだけガリを食べるんですかなんかガリ好きみたいな、なんかガリ結構な量食べないとそこまでいかない気もします。でも普通に食べただけでも、あのちょっととかじゃなくてもバーってこう、でも生姜流れるほど、そういえば発汗はないけど体を温める作用はありますよね。でも代謝がいいんですかね、体を温めることで代謝良くなって汗流れるっていうのは、まあ、なくはないのかな。そうですね、はい、いるかなそういう人、誰か、あと旦那さんですかね、旦那さん、DANNA 旦那かな、さんが、かっこいい名前ですね、辛いの好きです、わさびも大丈夫だよ、あ、はい、大人ですね、気夏なんかそういう調味料っぽいのは苦手ですね、からしとかわさびとか、あとなんだろう、そういう系、あ、生姜とかもあんま好きじゃないです、なるほどね、なんか料理にこう混ざってたらいいんですけど、こうそのままこう生姜とかは嫌ですね、やっぱ、あとね、ペリエさんが わさびだけむしゃむしゃ食べるやつもいるって言ってた、あ、それ高橋名人じゃない、そうですね高橋名人、あのチューブのわさび、はい、自分からリアルに舌の上にたっぷり乗っけて舐めて喜んでますからね。いやもうね、もう、そのままチューブごと吸いますよ、辛さ吸ってましたよね、はい、はい、あれは目の前で目撃しましたよ、そうですよね、あれはなんかきなチョコを食べないとかいうより、そっちのが体に悪そうですけど、
チョコは気にするんですよ、うん、血圧がとか言うんですけど、うん、それよりちょっと危ない気もしますけどね、うん、わさびはいいのかっていう話ですよね。わさびとか、うん、あちなみにカズさんが、カズさん、生姜特有の成分ジンゲロンが関係してますと、はい、このジンゲロンは強力な発汗作用があるため摂取すると一瞬だけカーッと体が熱くなったように感じます。おーおーすげー、そうなんだ、物知りですね。あとミンストレルゲンさんかな、はい、あゲンさんですね、はい、遅れましたやっと入れたって言ってますけどいらっしゃいませ、はい、あとほかほかまんじゅうさん、はい、にんにく焼いたのはどうですか、はい、にんにく、あにんにくですか、うん、あにんにくは、はい、七戸の特産品なんで、うん、ですよね、はい、この間のねパニック弁当にもねにんにく入ってましたもんね。あとやっぱ馬肉とかだとにんにくと醤油ですらないとね、うん、はいって感じです、ね、なんかもう本当にさっきからもうなんか食べ物の話しゃっぱりになるんですよね。そうですね、そういえば、うん、はい、まだあれですよね、最初のフリートークだった、うん、フリートークのままなんですけどね、はい、全然、じゃあ次行きますか、そろそろじゃあ行きましょうか、はい、じゃあ普通オタコーナー、はい、イエイ、イエイ、あちょこっとがついてましたね、はい、いやいやいや大丈夫でしょう、はい、はい、じゃあまず1本目じゃあメール紹介しますね、はい、ペンネームぶっちゅうさんからです、ありがとうございます。ぶっちゅうさんありがとうございます。はい、ニョイスニョイスっていう挨拶になってますね、ニョイス先日横浜に用があり、行きは電車で帰りは新横浜から品川までの一駅を新幹線を利用してちょっとした贅沢をしました、うん、ということで、確かに片道だけ新幹線で、まあ贅沢ちゃ贅沢ですね、はい、チョコ姫ちゃんクドゥさんの贅沢って何ですかって言ってるんですけど、はい、なんだろう、チョコ姫的に、はい、これは私なりの贅沢ですみたいなのってあったりしますか。贅沢、ちょっとクドゥさんさっき話して、なんか思いつかないな、うん、そうですね、贅沢、贅沢っていうと、まあ立ち食いではあるんですけど、はい、お好みの寿司屋に行って、うんうん、月1回寿司を食べるのが贅沢かもしれません。あお寿司はそうですよね、うん、回転じゃなくて、うん、ちゃんと立ち食いなんで、普通の、いわゆるカウンターのお寿司屋さんよりは全然安いんですけど、うん、でもちゃんと握りたての寿司を、うん、自分の好きなネタを食べるっていうのはちょっとした贅沢かもしれないですね。そうですね、うん、なんだろうな、あんまり思いつかないんですけど、はい、日々、マネージャーさんなんて言おうとしたんですか。ちょこんどチョコ風呂、あでもそうですね、なんかやっぱりパックとか、うん、そのチョコパックとかやったりとか、うん、まあ、チョコに限らず、うん、そういうマッサージ行ったりとか、うん、そういうのは贅沢とか、エステに行ったりとか、はい、うん、てかしないとダメですね、はい、ゴリゴリになっちゃう、うん、なんだろう、でも贅沢って聞かれるとそういう意識して、うん、月1回そういうクドゥさんみたいにこれ、うん、贅沢でご褒美でってあんま考えないかもしれない。あなるほどね、結構ね、サラリーマンだとなんかこれが月1回の贅沢みたいなのって意外と思ってる人は、ね、いるかもしれないですけどね、はい、あちなみに、テペさんが、はい、ちょっと遅れたけど間に合ったって来てくれました、ありがとうございます。はい、逆に皆さんはどういう贅沢、そうですね、今ね見ている方とかでもなんかこんな贅沢は自分なりの贅沢みたいなのが、なんだろうな、いかがですか、あったりします、うん、ないですか、難しいな、うん、結構まあ言われるとねこれっていうのがないとあれかもしれないですけどね、うん、なんかその買い物してる時にはちょっとあるかも、あちょっといいかな、うん、今日はみたいなのはあるかもしれないです ね、はい、ね、あとなんかあれですよね、普段はこのぐらいの値段のものしか食べてないのに、うん、ちょっとだけ高いのに手出そうかなっていう時も、うん、なんか自分なりにはちょっと贅沢してる気分になりますよね、ありますよね、うん、人それぞれ違いますもんね、うん、それがなんかね食べ物だったり他のものでもそうですけど、うん、僕健康ランド、健康ランド、はい、健康ランドでゆっくりして、うんうん、美味しいもの食べて帰る、あマネージャーさん、ね、健康ランドって言ってますけど、なんか都会の人っぽいですね、青森だば温泉だからね、うん、うん、なるほどね、でもなんかそれも分かる気がしますね、うん、青森帰った時ね、うん、うん、青森だば健康ランドって言いませんよ、うん、温泉ですから、はい、うん、お湯じゃないです、お湯ですけど、あちなみにゲンさんは、はい、一人暮らしを始めた時は、はい、給料日に牛丼屋に行って肉食ったーとやってましたよ、あ普段食べないから、うんうん、あとほかほかまんじゅうさんは、はい、第三のビールじゃなくて本物のビールを買う時
まあ、これねビール好きな人にとってみればねすごくうなずける人いるんじゃないですか。私ビールあんまり得意じゃないので飲まないですけど、あのやっぱり好きな人に聞くとやっぱり第三のビール、第三のビールって何ですか。要は発泡酒ですよね。とあのちゃんとしたビールはやっぱり全然物が違うって、言います。そうですね、大人の人だば、うん、お酒とかありそうですね、はい、あとサトシさんがこの間白いちご一粒1500円、はい、うわーそれはもったいない。あでも美味しい白いちご、白いちご美味しい。味も違うんですか。どうなんですかね、食べたことないですけど、ね、よくね、ちょっとたまにブログとかで、ね、載ってる人いますけど、まあ白いやつですよね。はい、あとカズさんが東京に行くことが贅沢です、ね、あそではそういうのもありますよね、まあ、地方の人からすればそうですよね、うん、気夏逆に青森行きたいです、ね、うん、あとなおさんマッサージとかっつって、ね、そうですね、マッサージ気持ちいいです、うん、まあね、特になんかあれですよね、デスクワーク周りの人だとね、肩こりとか腰とかね、きますよね、痛くなるところ結構多いと思いますからね。 目からこう疲れてきますもんね、うん、姿勢もそうだし、なんか月1回ゆっくりマッサージを受けるとかっていうのもね、はい、気分的にはすごい安心できますよね。皆さんもいろんな贅沢をね見つけてください、はいはい、じゃあ続いて次のメールですね、はい、キリンさんからです。キリンさん、キナスさんこんばんは。ニャス、前回送ったメールで使ったペンネームを忘れてしまったのですが、キリンで行こうと思います。送信メール見ようよ、はい、ですよね、番組を見ていて、キナスさんがチョコ姫と言われている割に番組内ではあまりチョコを食べている印象がないのですが、うん、はい、1日1キロとか食べるんですよね、はい、もしかしてキキチョコとかってできるんですか。今度番組で試してみてはいかがですか。はい、あの番組でチョコ食べてますよね。今日はないんですけど、今日はないですけど、いつも番組でチョコ食べてて、うん、そうですね、でもちょっと今日はごめんなさい、私たちも忙しく用意してなかったんですけど。本当だよ、はい、はい、すいませんほんとすいませんあと1回、はい、謝ってください。ほんますいません面白いですね、はい、でもカメラに映ってないな、うん、そうなんですよね、見切れてますからね、はい、まあでもチョコ食べてますね、うん、番組中でも、はい、キキチョコできますよ。どうですか、食べたことあるやつならできます。おー、はい、なんかちょっとね、来週じゃないか、次回か、はい、次回とかちょっとやってみます。そうですね、うん、チョコチョコっとチョコチョコっと、うん、はい、でも何回か結構やったこともあるんですよね。あ、そうなんですか。番組とかで的中率どのくらいだったんですか。え、当たりますね。おー、はい、じゃあ結構自信ある。食べたことないのだば無理だけど、うん、そりゃあとなんだろう、よくっていうかその食べ合わせとかやったりします。そのおすすめの、はい、チョコとキナッツ、うん、いろんなものを食べ合わせるんですけど、おすすめの食べ合わせが、うん、豆腐とチョコソースとか、うん、豆腐にチョコソース。はい、あ、でも豆腐ってもともと淡白なものだから、はい、脂肪分の多いチョコって確かにもう穴がち外れてはいないかもしれないですよね。なんかキナツそのチョコとなんかお味噌汁とか鮭とかを一緒に食べてて、うん、でも口に混ざっても全然平気なんですけど、うん、豆腐だけは本当にかけたりしても本当おしゃれでした。鮭とチョコっていうのはなんかあまりこう、でも鮭とチョコ結構キナツの中で第1位ですね。本当、はい、え、塩鮭とか。あ、もう紅鮭で、はい、結構そういう塩気の強いのと甘いのですごい合うと思うんですけどね。どうだろう、まあ、でも塩分の多いものと甘いものの組み合わせって意外とあったりはするけど、うん、鮭とチョコか。合います合います。だからキナツご飯残して鮭とチョコで食べますもん。ちょっとあんまりなんか想像できないですけどね。で結構普通に、うん、で豆腐は本当高級な感じがして美味しいです、うん、まあ、そういうのもクズさん食べて。豆腐はまあ淡白だから、うん、あ、なんかね、はい、すいません、いろいろ皆さん書いてくれてるんですけど、ありがとうございます。ゲンさんがですね、ゲンさんがチョコレート豆腐って神奈川で売ってましたよって。あー、ありそう、売ってそう。ほんとなんか滑らかチョコプリンみたいな味です。へー、なるほどね。なんかちなみにカズさんは、うん、鮭は焼きって言ってますけど、焼き鮭。焼きですね。そうですね。なんかその豆腐のこのなんか大豆の甘みがすごい、うん、高級な感じになるんですよ、チョコをかけることによって。なるほどね、はい、高級感が出るというか。あれ想像ができないなじゃあ食べましょうよ。想像できないんだわ、食べましょう。そのうちね、そのうち、そのうち、そのうちですか、はい、ちなみに、サトシさんがゴディバのチョコドリンクは好きですか、はい、あー、美味しい、好きです、好きです、好きですか、はい、チョコドリンクと言われるとですね、はい、
私まあねこの番組でちょくちょく言ってますけど北海道出身なものですから、そうですよね、どうしてもすぐ頭にポンと出てくるのがですねゴディバのチョコドリンクよりも白い恋人チョコレートドリンクなんですよ。へー、それどんなドリンクですか？あの白い恋人って北海道のあの、はい、名物お土産にあるんですけど、うん、はい、そこの製菓会社さんが作っているものでその白い恋人のラングドシャに使われてるあの挟んでるチョコあるじゃないですか、うん、あのチョコをそのままなんかもうドリンクにしちゃったみたいな感じなんで、そう、どんな味するんですか？いやもうまるっきりチョコレートダダチョコですねあれは。へー、ダダチョコ。一回試しにですねお土産に皆さん、うん、まあ元のこことはまた別以前いた会社の職場にお土産で買ってたことがあるんですよ、はい、一回北海道帰った時のお土産にっつって、男性ばかりの職場だったんですけど、5人中、はい、飲み干しとかとかできた人は私以外誰もいませんでした。あ、そうなんですか？途中でもう無理っていう人たちばっかりで、それ缶とかに入ってるんですか？250cc だからいわゆる缶コーヒー標準的なレギュラーサイズの缶コーヒーと同じサイズです。あ、でもチョコそうですよね、男性の方特に、うん、ねさすがにま、もう本当にあれですね、あの糖分とかは本当にあの板チョコとかとまんまぐらいの糖分ですね。一回飲んでみたい。すごい濃いミルクチョコレートドリンクみたいなあれなんですけど、美味しそうですけどね。あれはねちょっとまあ男性には多分きついですかね。はい、気になります。ちなみにゲンさんは、はい、ちなみに鮭チョコ美味しかったようですよ。オイラ的にもはい、鮭チョコありです。ゲンさんは試されたと、はい、お、うん、お優しいですね、うん、あちなみにカズさん確かあれですよね、北海道そうですよね、うん、ですけどドリンクは買ったことないなって言ってます。ドリンク飲みたいです、うん、今度。うん、いつ北海道行くんですか、クズさん？そうですね、いつですかね。お土産に期待したんですか？実はあれなんですよ、ここ10年近く帰ったことないんですよ。あら、うん、寂しい。あ、通販であるんですか？うん、通販でもあるかもしれないです、うん、じゃあ今度番組でね、はい、ちょっとね、考えてみましょうか、はいはい、こんな感じでね、はい、2本ちょっとメールを紹介しましたけども、はいはい、なんかあれですよね、チョコ姫ツイッターの方とかで、そうなんです、ね、いろいろ皆さんから情報もらったそうで、はい、まあこの番組ね、ちょこっときなつチャレンジということで、きなつが何かにチャレンジをね、うん、するっていう番組じゃないですか、うん、はい、それで皆さんにどんなチャレンジとかしたら面白いかっていうのをツイッターで聞いたら、はい、まあ数いろいろ来てくる、うん、あの意見をいただいて、はい、その中でもちょっと気になったのが、うん、まあ、青森弁で朗読とか、おお、なるほどね。あとみんなでクイズ大会をするとか、うん、あとはその iPhone アプリを紹介するとか、うん、あと七戸町の観光大使になれるように、うん、ファンの人がどういうことをすれば有効か、ファンからアンケートを取って実践していくとか、うん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 、あとは青森の知っとくネタをみんなで探して発表し合って青森にみんなで詳しくなるっていうのと、あと気夏が簡単にできる一発芸や自己紹介を考える、あとは長芋を食べるとか、あともう他にも長芋を食べる、はい、長芋あの七戸の特産品で、あ、なるほどね、はい、それをまあ前回その自分たちのネット番組でやったように、なんか長芋ってなんか結構皆さんとろろとか結構なんかワンパターンじゃないですか、考えるのが。そうですね、長芋か、長芋、そうですね、自分が食べる場合ってまあおろしてご飯とかそばにかけたりとかして食べるんですよね、うん、なんかやっぱあと刻んで、うん、そうですよね、うん、ポン酢とかお酢、うん、醤油とかお酢とかかけて食べるとか、うん、あと天ぷらとか海苔に長芋乗っけて衣つけて天ぷらにするとか、うんうん、シャキシャキ、はい、なんかやっぱりじゃがいもとかと比べたらレパートリーも少ないイメージだし、あとなんか長芋ってね、うん、やっぱ少ないかな、食べる機会が少ないかなとか思って、うんで、それでまあね、はい、青森だばいっぱい長芋があるので、うん、いろんな食べ方とかするので、はい、それとかも紹介できたらなという、そうですね、はい、なんかこういうなんか食べ方美味しいよみたいな紹介はできたら面白いですね。青森のその、はい、私が住んでる近くの人がそういう意見を出してくれて、うん、ね、やっぱそういうね、地元の人からの提案っていうのはやっぱ熱いかなと思いました、うんうん、ちなみにあのさとしさんが、はい、トンデンっていう、まあ、これ居酒屋さんですかね、はい、に長芋の漬物があったよって、はい、うん、漬
漬物美味しいです。あと、お魚さんが長芋ケーキ今日食ったっつって、はい、おー長芋ケーキ、うん、どんな味するんですかね。そうですね、あでも長芋というとあれですよね、あのお好み焼きとかの生地に練り込んだりする、うん、そうですよね、うん、でも七戸の道の駅に長芋ポタージュとかありました。ポタージュ、はい、なんか長芋ってトロトロするじゃないですか、うんうん、そのトロトロを利用して、うん、すごいなんかトロっとしてて、うん、結構美味しかったです、ね、うんうん、あごめんなさい、佐藤さんがですね、トンデンはレストランだよ、はい、あレストラン、はい、失礼しました、はい、なんかいろんなねあるなと思って、うん、私たち結構おでんとかに入れたりしますよ、ね、おでん、はい、おでんの種に長芋、はい、そうですね、なんか結構あのおでんに入れるとぬるぬる感があんまないんですけど、うん、なんだろ う、 えう結構じゃがいもみたいな感じで、あの、はい、ぶっつり切ってざく切りにしたやつを入れるんですか、はい、なんか味染み込むし、じゃがいもよりなんかスカスカしてて、いい意味で、うん、スカスカしてて、うん、なんかあんま重たくなくて食べやすくてホクホクしてます。あそれは聞いたことないっていうか食べたことない、なんかすっきり食べれる感じがしますね、うん、すごい美味しいですよ、はい、ざっくり切っても味も染み込みますし、うんですよね、ただあれですよね、おでんってほら、うん、ね、地域によって独特 の、 その食材が使われるってよくあるじゃないですか、うん、何でも合いますもんね、うん、結構だから一度ですね、それこそあの池袋 の、 あの某あのゲームメーカーさんが運営しているんじゃタウンっていうところですね、うん、はい、あの全国おでん祭りみたいなのがやっていた時がありまして、はい、そこにちょっと行ったことあるんですけど、はい、いや各地域のおでん見たら本当にもう食べたことないっていうか、う見たこともないようなおでんあったりもしたんで、ね、そういうなんかネタもね、おいし面白いなと思ったんですけど、長芋は食べたことないですね。長芋美味しいんで、本当体にもすごくいいので、うん、なんかインフルエンザの予防とかにもなったりとか、結構はい、体にもいいので、うん、本当おすすめです、うん、まあ、栄養素はね、はい、結構高そうですけどね。なんかそんな感じで結構ツイッターで寄せられてて、はい、気なす的にその前回青森弁でその iPhone アプリでなんか朗読のゲーム、はい、ゲームというかアプリがあって、はい、それをやったら結構皆さん面白いってよかったんで、次回やりこの秋葉 TV でもやりたいかなとか、なるほど、思ったりするんですけど、うん、はい、そうですね、ちょっと、はい、まあ、その iPhone アプリ使っていいかどうかだけ確認して、あそうですね、うん、やってみましょうか、はい、うん、あとなんだろう、気なす的にやっぱ七戸の観光大使になれるように、うん、そのどうすればいいかみんなで相談してとか、 そうですね、そういうのはやっぱこう、うん、やっぱ一日の放送でこう、うん、話してとかじゃなくてやっぱ時間かけてやるやつだから、うん、そうですね、長期的にちょっとやってみいく形のものですよね、うん、なんか結構番組的にはなんか面白いかなとか思いました、うん、そうですね、なんかまず一番最初のきっかけとして何をするのがいいかみたいな ね、ところからステップアップしていくのがいいかもしれないですよね、うん、なんかみんなでね、はい、話し合って、ね、作り上げていくみたいなね、うん、みんなさんも協力してやってくれたら嬉しいな、逆になんかね、いろんなところに呼びかけ合いながら、はい、ね、あの何票集まったらね、四戸の、町役場とかね、はい、持っていくとかね、あそうですね、なんかそういうなんかね、嘆願書じゃないけれど、うん、うん、私これだけの票を集めてきたので証明みたいね、ね、大使にしてくださいみたいな、そういうのできたらいいなと思うんですけど、はい、なんかもしね、クズさんが次回、うん、早速使いたいのがあればぜひ、そうですね、はい、まずまあ長期的にやれるという意味で言うと、その四戸町のね、そうですね、観光大使になるための方法をみんなで模索していくっていうのは、うん、はい、ね、レギュラーとしてね、ちょこちょこっと時間割きながらやっていくのはありかもしれないですよね、うん、毎週ちょこっとだけやっていくみたいな、そうですね、うん、今日はこれをね、うん、どうですかみたいな感じで、はい、なんかワンポイントのコーナーにしていくっていうのは面白いかもしれないですね、うん、確かに、うん、これをやるっつって、じゃあ、うん、その2週間の間にこれをちょ、うん、例えばこの例えばなんとかの長芋をずっと2週間宣伝し続けるとか、うんうんうん、そういうのをやって効果はどうだったかみたいな、そうですね、そういう感じで、うん、なんかみんなにも協力してもらいつつ、うん、なんか効果がありそうなものを一つ一つ狙っていくっていうのは面白いかもしれないですね、はい、はい、で、あともう一つ、はい、さっきあれ冒頭の方で料理の話あったじゃないですか、はい、だからもしね、まあ、会場が会場なのでね、はい、どこまでその料理つっても手加えたものができるかどうかちょっと分かんないですけど、はい、長芋の料理をなんかこう
いくつか考えて創作料理みたいな感じで、そうですね、どんどん作っていくっていうのも一つありかもしれないですね、うんうん、面白いかもしれないですね、うん、ちょっとなんかあのクイズコーナーとなんかね、クイズコーナー 毎回結構、まあ、あの皆さんね、あの好評いただいてるんですけども、はい、あの毎回やっててもね、そうですよね、だんだんね飽きてきてもあれだから、だんだん気なつも思いましたそれは、うん、料理とクイズとね交互にやってってみたりとか、はい、まあ、そういうのでもいいかもしれないですね、そうですね、うん、あとなんだっけ、この気なつチャレンジのこの絵あるじゃないですか、はい、あれとかをもっと目立つようにしたいなとか、なるほど、はい、うん、いろいろ、ね、はいはい、番組をもっといろんな人に知っていただけるように、はい、なんかね皆さんもあったら教えてください、デデント、はい、使えるものを、はいね、どういうこのね、うん、あれ字だったら目立つかとか、うん、どういう感じだったら興味湧くかみたいな、そうですね、ちょっといろいろなんかじゃあ、まあ、チャレンジっていうねタイトルの番組ですから、はい、いろんなことやっていきたいですね、はい、皆さんは何て言ってるんですか、カズさんがですね、はい、クイズの話をしたら問題作るのが大変って言われました、まあ、そうですよね、実質ね、まあ、それなりに時間かかって作ってますからね、問題作るのね、はい、大変そうですよね、うん、はい、あとあのお魚さんが、はい、長芋の天ぷらはあの歯ごたえがたまらないって言ってますね、うん、そうですね、うん、シャキシャキする感じが、はい、いいですね、あとさっきですねカズさんが、はい、さっき私が言った白い恋人のチョコレートドリンクの、はい、販売している石屋製菓さんのオンラインショップを教えてくれました、お、はい、こんな感じです、誰か買って、あー本当コーヒーみたいですね、はい、見た目、はい、なんか紅茶が入ってそうな、うん、けどチョコってるんですよね、こんな感じです、へえ、ね、結構ですね缶が本当に白い恋人のパッケージ、うん、そのまんまおしゃれ感じのやつなので見た目も可愛いんですよ、うん、ただ開けて缶が白いからホワイトチョコレートでドリンク作られてるのかなと思ったら、うん、すごいこってりしたミルクチョコレートのドリンクなんですよ、あなんか結構凶暴ですね、うん、中身がなかなかにこう重たいドリンクでございます、ね、なんかそういえば結構ですね、バウムクーヘンとか、そうそう、白いバウムって確かねこれ今評判いいです、へー、白いバウムって何味するんですか、わかんないです、でも多分チョコレートをこう練り込みながらのバウムクーヘンなんだと思うんですけど、あじゃあなんか美味しそう、なんかバウムクーヘンって気になって喉に詰まるイメージしかないんですけど、チョコとか入ってたら食べやすそう、うん、はい、あっあって何ですか、 STS さんがいらっしゃいました、 STS さん、しまったすっかり忘れてたってことですね、いけませんね、いつも違う番組見るとか言ってますよ、あ、はい、ちゃんと見てください、ね、彼多分あれなんですよ、ツンデレなんですよ、ツンデレなんですかおそらくツンデレなんですよ、あら、はい、前回ちゃんとツイッターでコメントしたからかな、ね、見忘れないでくださいって、うん、はい、ね、言われたらね、なんだかんだ言ってやってくるんですよってことでクイズいけますか、まだ大丈夫ですか、そろそろですね、はい、はい、ではクイズの方いってみましょうか、はい、いきますクイズチャレンジ、はい、イエーイね、今日も番組前まで頑張って作ってくれてましたけど、うん、クイズ、はい、ということですね、今日はちょっとですね問題数が、6問とちょっと少なめなんですけども、うん、その代わり、若干ちょっと難易度が高いかな、っていう感じの問題を用意しました。なんでですか、はい、なんでですかっていうのはですね、なんでですか、なんかここ最近ですね皆さんにクイズが甘くねえかっていうことで、前回でしょ、突っ込まれた、ね、時もあったので、ちょっとなんか全体的に少し、しっかりしたクイズにしちゃおうかなと思ってですね、なんで6問だか絶対、はい、てっぺさんが今日は何問だろうねって早速言ってるので、恒例の、そうですね、回答予想をはい、ね、皆さん、ひなっぴーが何問答えられるか、はい、ちなみに6問中ですか、6問中です、6問中何問答えられるかを、はい、皆さんでちょっと予想してもらおうかなと思うんですけど、難しいのも1問答えられるかな、化粧ってなんかすごい、はい、化粧のどういうことを言われるのか気になりますね、化粧とあと美容に関することみたいな感じでちょっと講義ですけどね、ちょっと拾ってみました、難しそうだな、う、皆さんもクイズ聞いて答えが分かんなさそう、はい、篠毛町さんが3問つってますね、はい、3問、あ、はい、じゃあ、あ、ちなみにカズさんが全問正解だったらチョコレートドリンク送るって、おお、絶対無理じゃん絶対無理だよ、難しい問題です、ね、できないよ、じゃあ七戸町さんが3問、あ、3問ってことは10問中5問と一緒か、いいです、
ゲンさんが4問。ゲンさん4問。あーってことは10問中6問ってこと、はい。テペさんが2問。テペさんが2問ってことは。2問か。STS さんが4問。4問。4問だもかなり正解率高いですよね。そうですね、6問中ですよ、今回は。だっていつも10問中で皆さん4問とか言いますもんね。カズさん4問。4問、やっぱ前回ので期待してるんじゃないですか。あ、キルさんが8問。あ、違う、ごめんなさい、6問。8問、6問とか無理じゃん。キルさん6問するんですね。ナオさんが3問。3問。あ、ナオさんいらっしゃったんですね。あと、サトシさんが5問。5問もすごいな。10問中9問ってことだもんな、うん、全部10問中に言うけど、はい、ちなみに何回ですか。1問で、ね、1問ひどっ。マネージャーさん何問ですか。2問、はい、2問。クルーさん何問だと思いますか、はい、僕ですか。僕そうだな、今日はもしかしたら0本もあるんじゃないかな。なんでそんな、それはね極端すぎるよ、うん、そう。クイズ作る人が、うん、いやでもね、女の子だし、まあ2問はいけんじゃないかな。まあ2問もうそれクドゥさんのせいになるんで、キナツの美意識の低さを生放送で公開してなんてこと言うんですか。クドゥさんのせいになりますからね。なんて言うんですか。お魚さんが4問つってますね。4問、4問って結構ね、6問中ですからね、うん、はい。あとほかほかまんじゅうさんは5問つってますね、はい、うわ、5問もできるかな、はい。こんなところかな、はい、ほとんど出揃いましたかね。じゃあそろそろ始めて、はい、始めまーす。いこうかな、頑張ります。はい、というわけで、はい、こちらの準備もできましたので、ちょっと音のチェックだけしましょうか。はい、本番前にやらないっていう。はい、はい、OK でーす、はい、ということで音の調整、テベさんが公開説教をつってますね、はい、で ST さんがじゃあ3問に修正ですね、はい、じゃあ STS さんは3問、そうですね、始まってからだば修正できない、うん、はい、ということでじゃあ1問目いきますよ。いきます。はい、第1問。1問、化粧品の中で、うん、基礎化粧品と呼ばれているものを3つ挙げてください。うん、はい、はい、あげればいいんですか、うん、3つ。基礎ってどこら辺まで、なんつうんだろう、すごい基礎、基礎ってどこら辺から言えばいいんですか。それ言ったらダメですか。全域に基礎化粧品って呼ばれてるものだそうです。はー、大きく分けるとですね、はい、まあ、次の第2問目にも被るんですけども、はい、基礎化粧品とメイクアップ化粧品と2つに分かれるみたいですね、はい、うん、その中の基礎化粧品と呼ばれているものを3つ挙げてください。なんだろう、自分のな、でもどっからなんか分かるけど、どっからが言うんだろうっていう、うん、まあいいかな。じゃあさ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 あ、はい、じゃあ書けますね。はい、どうぞどうぞ。キュンさんがドキドキって言ってますね。ドキドキする。基礎だからな、うん、なんだろう、まあ、基礎って言われてるくらいだから、手順で言うとね、一番最初の方のね、うん、ものになると思うんですけど。はい、いっぱい書いちゃった、はい、3つでいいですよ。はい、はい、いっぱい書きました、はいはい、化粧水、乳液、BB クリーム、ファンデーション、コンシーラー合ってるんだ、やった。ちなみにですね、はい、まあ、インターネットで、ね、基礎化粧品という形で調べた中で、はい、化粧水、これじゃ当たりますね。で、乳液、これも当たりですね。ここは当たりですね、はい、で、BB クリーム、まあ、BB クリームは製品名だからあれですけど、はい、私クリーム、これですよ、BB クリームです、はい、クリームが基礎化粧品に当たる、はい、で、あとファンデーションとコンシーラーちょっと違います。あ、違うんですか、はい、だけど3つ基礎化粧品入ってたので正解です。はい、はい、私やった BB クリーム使います、はい、使ってますもん、はい、ね、まあ今ね、はい、楽ですね。ちなみに、サトシさんが基礎化粧品知らないのつって何ですか。お魚さんはファンデーション乳液の後って言ってますけど、ファンデーション乳液の後に、うん、ファンデーション乳液後って言ってるのか。いや、ファンデーション乳液の後にしたらやばいです。あ、ファンデーションか、うん、そうですね、うん、あ、ファンデーションと乳液とあと何あるのみたいなことなのかな。ファンデーション、ファンデーションは違います。乳液、化粧水、はい、うん、
そうですね、最初で他にもですね、一応基礎化粧品の中に含まれるものとしては、クレンジング、いわゆる洗顔料ですね、これも基礎化粧品のものをうちはそうです。あと美容液、あとジェルとかマスクパック、そうです、あ、パックも書こうとしました、うん、はい、ここは基礎化粧品と言われて、 あとまあ他にもいくつかあるみたいな、はい、わかりました、はい、では続いて2問目、2問目、基礎化粧品に対して、はい、メイクアップ化粧品と呼ばれているものを3つ挙げてください。はい、これちょっとね、3つだと優しすぎたかなと思ったんですけどね。でもそんな10個答えなさいとか怖いよ。まあ本当はね、5つぐらいにしてもいいかなと思ったんですけど、あとなんだろうな、さすがにちょっとメイクアップかなと思って、メイクアップ、なんかちょっとわかんないな、自分がしてるのだが、うん、あとなんだろうな、でもメイクアップってね、うん、メイクアップですからね、どこまでだろう、わかんない、とりあえずいっぱい書いちゃおうかな。あとなんだろう、皆さんちなみにわかんないし、わかんない、うーん、どうなんだろうね。とりあえず今ネットの方ではどうでしょうね、まだ特にこれといった書き込みはありませんけど。あ、そうなんですか、うん、それみんながサボってるだけですか。あとはい、はい、いっぱい書きました。はい、はい、ファンデーション、コンシーラー、ハイライト、チーク、口紅、リップクリーム、BB クリームまた BB クリームが入ってるんですけど、それはどうなんですかね。 BB クリーム何でも使えますから。はい、ということで、なんで答えを押すの、そういうんです、違う、うん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 、あ、やったー、ね、正解だー、はい。ちなみに、ちょっと私の回答から若干外れたやつもあるんですけども、はい、まずファンデーションですね、うん、あとチーク、うん、はい、あとルージュ、まあ、いわゆる口紅ですね、うん、はい、あとグロス、うん、眉積み、うん、アイラインかな、うん、あとアイシャドウ、マスカラ、うん、マニキュア、あと香水も、うん、あのメイクアップ化粧品、はい、みたいですね、はい、なので、まあ、3つ以上入ってますので、あ、じゃああれか、はい、書くより私ですって言った方が早かったか。3つ以上ありますってダメですか。合ってますよね。だって男性からすれば女性がね、どんだけの化粧品を使ってるかって判断はなかなか難しいですよ。それ言ったやつつけてます、香水、あ、今書いてるやつはもう全部使ってる感じですか、はい、そうですね、うん、でもそれだとねクイズにはならないですけど、ね、判断がつきづらいですからね。はい、やったにも正解した。ちなみにこんなことを書いてきてます、孫悟空さんが、たくさん書けばそりゃ当たるよねって。でも 3問書いてくださいとか前からそうですよね、うん、いっぱい書いてもいいですよ、いっぱい書いてもいいですよっていう感じにしてますのでね、はい、はい、あとちなみにサトシさんは普通の化粧品を書けば大丈夫だよって言ってましたけど、まさにまあそういう感じ、ね、はい、そうですね、はい、思ったより普通の化粧品です ね、うん、ね、なかなかまあちょっと今ね、いわゆる化粧品って言って形で出てるやつも区分がすごい細かくなってきてるから、そうですよね、どこからどこまでがね、どの化粧品だって言われても、うん、なかなか判断つきづらいものも中にはあったりするでしょうし、逆に今男性化粧品とかもねたくさん出てるので、男性でも化粧品に詳しい人って結構いたりもしますし ね、 いますよね。どこ化粧してますか、ブルーさん。自分ですか。自分はですね、化粧は基礎化粧ですか。使いませんね。乳液とか、化粧水もない、あ、うん、何も塗らないんですか。洗顔だけ。そうですね、洗顔と、あとまあちょっと夏場とかは若干ね、コロンとか、香水的なものは、コロン可愛いですね、うん、ね、まあね、体臭とかも気になりますからね。若干ね、汗臭くなっちゃったりしないように、一応まあ匂いはい、はデオドラント系とかは使いますけど、うん、そういう塗ったりとかはあんまないですね。そうですね、自分で肌の方に何かを塗るみたいなことはしないですね。でもそうですね、まあせいぜい使ってあれじゃないですか、男性の場合はひげ剃りの後のシェービングローションとか、あ、うん、そこら辺がやっぱそうなっちゃうんだ ね、大多数の人はその程度で済ます人が多いんじゃないですかね。女性がどれだけ大変か、うん、ですよね。はい、まあ、ね、じゃあ3問目、手間と時間かかりますよね。はい、はい、負けって言われてから負けますね。はい、3問目、はい、3問目、その人の顔の作りや肌の色を生かした素肌感覚の化粧方法のことを何と言いますか。これはメイク方法そのものを書いちゃってください。うん、どういうこと、ん、素肌感覚、うん、素肌感覚の化粧方法、気
言ってる意味がもう分かる。もう一回読みますね。その人の肌の作りや肌の色を生かした、はい、うん、素肌の感覚のような化粧方法のことを何と言いますか。え、分かんないな、なんだろう化粧方法。これね、言われるとね、ああって多分なると思います。肌の、肌の感覚を生かしたままの化粧、肌の感覚のそのものって分かんない。今言ってるよ、肌化粧。え、分かんない、なんて言うんです。これは、ナチュラルメイク、あ、もしくはナチュラルメイキャップですね。そういうことか、うん、何が、あー、全問正解ではなくなったんで、なんか化粧品送ってくれる方が嬉しくなってきた、ね。はい、あれ、ではですね、もう一つ、ナチュラルメイクか、うん、もう一個、3問あげる、3つあげるやつですね、やりますよ。はい、4問目、4問目、化粧をしたら化粧を落とすことも考えなければなりませんということで、はい、現在いろいろな種類のクレンジング方法がありますが、はい、その種類を3つあげてください。はい、クレンジング方法ですか。うん、クレンジング剤として販売されている種類、名前ですか、そのクレンジング、その名前というかタイプ、タイプ、うん、なんかその素材になってるもの、そのクレンジングの材料になってるもの。あと何やるんだろうな、かな、 あと何やるんだろう。はい、ちなみに孫悟空さんがナチュラルどもがーって叫んでますけど、それはどっかの G が頭につくアニメですよね。うん、やめときましょう。はい、ナチュラル、ナチュラルって出てこなかったですね。ナチュラルメイクって普段言いますけどね。あと何だろうな、クレンジングですよね。うん、クレンジング3つですよ。あとは、うん、はい、はい、オイル、うん、シート、うん、泡、うん、洗顔、ゴシゴシ洗う。合ってる、やったー。なんですけど、はい、一番下はこっちでしょ。ダメですか。肌に悪いと思いますよ、ゴシゴシ洗うは。いいですか、気圧結構ゴシゴシ洗っちゃいます。それは気をつけた方がいいかもしれないですよね。はい、ちなみに、今、まあ、大枠としての種類としては、うん、オイル系クレンジング、うん、ミルク系クレンジング、うん、あとシートクレンジングですね、うん、あと泡、まあ、洗顔系ですね、うん、あとローションクレンジングと、うん、この5つが、まあ、大分すると、はい、大体使えます、あるみたいですね。はい、まあ、それぞれね、人のそれぞれの肌に合った化粧クレンジング方法を使った方がいいかなと。最近なんか、うん、ミルクのクレンジングがあって、いつもこのオイルタイプのだったんですけど、うん、そのミルクのだったらなんか、うん、結構滑らかな感じするじゃないですか、肌に、うん、やっぱ油クレンジング油だからあんま肌に良くないっていうので、うん、そのミルクタイプのを買ったら全然落ちないんですよね。へえ、全く落ちなくて、まあ人のね、肌のね、あれにも、ね、なんか化粧が落ちないんですよ。なんかすごいクレンジングして洗顔2回してから顔拭くじゃないですか、うん、顔拭いたファンデーションつけますからね。だからどんだけ落ちないんだよって思って、うん、ちょっと買い替えたいんで。なるほど、はい、まあね。おすすめのものがあれば、ね、そうですね、なんか拭くのとかもやっぱ肌にやっぱこすらさるかあんま良くないって聞くので、うん、ちなみにテペさんも五個書く複数回答ありなんですか。みんな突っ込んでますけどね。いいんですよ、いつも書いてますもん、まあ、電車の時もいっぱい書いたもん、うん、はい、ということで、はい、ちょっと時間なくなってきたんで5問目いきますね。はい、5問目、肌のシミを発生させないようにするためには、うん、新陳代謝を促して健康な肌を形成しなくてはなりません、うん、そのために必要な栄養素は〇〇とビタミンです。では〇〇とは何でしょうということで3択です。うん、1ミネラル、うん、2カルシウム、うん、3アミノ酸、うん、この栄養素のうち、はい、肌を作る1番、はい、ミネラル、やったー。これ全然迷わなかったですね。あ、なんかよく化粧品でやっぱミネラルとか書いてあるのは見るなと思って。なるほどね、はい、ミネラル化粧品みたいな、はい、化粧水とかよくミネラルは言葉にしますけど、うん、ちなみにビタミンよりも重要なのがミネラルなんだそうです、うん、というのもミネラルを取っていないとビタミンの働きが活性化しないんだそうです。おー、ミネラル、ミネラル、うん、なのでミネラルをまず取ることを、はい、分かりました。どうやったら取るんですかね、はい、まあ、分かんないけど、まあ、ミネラルの水、ミネラル成分が多い、水もそうだし、はい、あとあれですよね、海藻類とかだとよくミネラル、あ、そうですね、分かりました、うん、
はい、ってことで今何問正解しました？今なんと4問正解です。おじゃあ3問って答えてた人ダメじゃん。そうなんですよ、今ね3問以下の人たちはみんな全滅です。やったー。じゃあ5問答えられる、はい、ちなみに6問を予想してたキルさんも残念ながら1問もうすでに終わってしまってるんで、はい、なんで今は4問正解と答えてる人と5問正解と答えてる人の、はい、じゃあ頑張ります、最後、はい、頑張りましょう。最後6問目、美容化粧でよく使われる用語でアンチエイジングがありますが、うん、このアンチエイジングとはどんな意味でしょうか。これも3択です、はい、1老化を防ぐために行う行為の総称、はい、2肌のダメージを防ぐために行う行為の総称、はい、3肌の潤いを保つために行う行為の総称。いやわかんないや、なんだろうな。アンチエイジング、うん、聞いたことあるけど、肌老化、肌のダメージ、潤いか。いや2番残念。あー違かった。何番、はい、これはですね1番の老化を防ぐために行う行為の総称。だからあんま聞かないのか、うん、これがアンチエイジングということだそうです。分かんないな、使わないからな、はい、なんかちなみにアンチエイジングってなんかね、学術用語、学問の一つの用語みたいな感じのことも書いてあったんですけど、ちょっと詳しくは調べきれなかったのでよく分かんなかったんですけど、はい、はい、まあなんか老化に関する学問のなんか言葉みたいですよ。へえ、はい、アンチエイジング、アンチエイジング、エイジング、はい、エイジって要は年齢ってことだよね、うん、それを対抗させるってことなんです。そっか、うん、お母さんにおすすめ系だね、うん、年齢に対する抵抗、だいわゆる老化防止ってことだったと思うんですけど、はい、分かりました。そんな感じで、結果としましては4問正解ということで、はい、はい、ゲンさん、カズさん、お魚さん、おめでとうございます。おめでとうございます。4問正解、残念なのは STS さんですね、はい、買いたったもんね、4問って言ってたのが3問に移っちゃったせいで、外れてしまいました。ダメですよ、なかなかやっぱり予想屋は、はい、まだまだ開店休業中って感じです。まだまだですね、はい、ということで、まあ、今回も時間がほとんどなくなってきちゃったわけですが、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。いつも問題作るの、いえいえとんでもない。ということで、ちょっとせっかくなので告知を、はい、もっと美を目指します。ちょっとやっちゃってください。はい、うん、違うか、うん、方言彼女2が、はい、放送中です。土曜日は千葉テレビさん、あと、はい、サンテレビさんとか、うん、三重テレビとか、うん、テレタマとかいろんな地域で入りますので、ぜひ方言彼女2を見てください。ひなつ青森代表で出てますので、はい、見てください、ね、各放送局の CM もね結構流れてたりしますので、ね、はい、まあそれで出ないけど、CM、はい、CM もちょっと映ってましたよ。 DVD のじゃないですか、あの方言彼女の CM、うん、あそうなんですか、うん、知らなかった、初めて聞きました。チョコヒミもちょっと出てますよ。あそう うん、なんか方言彼女見てなかったのになんでいきなり詳しくなってるんですか。いやいやいや、それはチェックしましたいきなりなんか交代みたいな、はい、ってことで皆さんぜひ見てください。はい、はい、ちなみに STS さんは当たらなかった言い訳に、当たらない予想屋が当たったら意味ないでしょっつってあらそうですね、はい、ってことで、やっぱ積んでるですね、はい、あとさっき言ってた、はい、うん、アメーバブログさんのアメーバーゲームの方の東京ガールズスナップも、はいはい、今日から気夏出ますので、はい、ぜひ綺麗に写真を撮って気夏の雑誌を作って売りさばいてください。よろしくお願いします。売りさばくって違うんですか。でいっぱいやってくれたらランキングが、あそうアメブロのランキングとかも上がりますので、はいはい、皆さんから、ねうん、はい、お願いします、はい、ブログもチェックしてください、はい、チェックしてください。ブログとツイッターをチェックしてください。はい、はい、クドゥさん告知ありますか。私の方ですか、はい、私の方、アキワドット TV を視聴してください。はい、他の番組もありますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今あのスタッフの方で方言彼女 の, あのサイトの URL ですね、ツイッターの方に記載させていただきましたので、ありがとうございます。皆さんよかったらチェックしてください。はい、はい、そんな感じで今日もお時間が待ってしまいました、はい、ということでメールも、はい、普通オタコーナーがあるので、はい、こちらでメールとかもください、はい、メールの宛先 info@akiba.tv、info@akiba.tv ですね、こちら、あと今チョコヒメが指さしているコンタクトの方も、はい、あります。こちらのメールフォームからも送れますので、はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします、はい、そんな感じで、はい、1時間あっという間です。そうですね、だから再来週か、うん、再来週もまた違うね面白いことチャレンジしたいと思いますので、うん、そうですね、ぜひ次回も見てください。ありがとうございました。ということで、はい、YouTube に方言彼女かですって、はい、ここコメントあった。そうですね、まあそれもありますけど違うんだ。はい、まあまあちょっとね、方言彼女2です、ね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。こんな感じでお時間かな、はい、お時間です。はい、ということで、はい、今日もね、時事週、はい、時事週何日か、次回は、今調べてますね、ごめんなさい、今調べてます今調べてるなうみたいな、はい、次回は6月の9日え、もう6月なんですか。はい、もう6月ですよ。わ、早いですね、はい、もう6月になっちゃいます。はい、ということで夏の誕生日までね、もうすぐですね、わずかということで、はい、はい、6月9日の次回放送まで、はい、頑張ります、はい、ポタコ、はい、はい、ポタコもよろしくです。よろしくお願いします。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。